こんにちは。今日は5月の使い切りコスメを紹介していきたいと思います。ほぼ毎月恒例の松清の大きめサイズピュアコットン130枚入りを1箱使い切りました。そしてこちらはコスメデコルテのフェイシャルピュアコットンの30枚入りの方を使い切りました。そしてこちらは、目の洗浄液ですね、アイボンのダブルビタミンを1本使い切りました。こちらもストックの方は購入済みです。そしてカラコンの方は結構バラバラに余っていたので一気に使い切りました。バンビシリーズのヴィンテージブラウンですね、ワンデータイプのもので30枚入りのものを1箱使い切りました。そしてこちらはエバーカラーワンデーのナチュラルとモイストレーベル UV ですね、色味はブラウンマリアージュかな。こちらは20枚入りのものを1箱ずつ使い切りました。これは主に仕事の時に普通につけていってましたね。ほんと自然な感じで使いやすかったです。そしてこちらは、韓国のポップレンズで購入したスパニッシュシリーズのブラウンとグレー、こっちが20枚入りで10枚入りを使い切りました。こちらはまだストックがあるんですが、ちょっともう在庫が少なくなってきたのでそろそろ購入しようかなと思ってます。そしてこちらはボディーペーパーですね、ギャッツビーのピーチの香りのものですね。これはもう大好きで今年も多分また買うと思いますね。もう汗かいた時にはこれが一番、ギャッツビーのシリーズが一番いいですね。すっごいひんやりさっぱりします。そしてこちらは100均で購入したヒアルロン酸配合のメイク落としシートですね、こちらも一つ使い切りました。私はいつももう蓋を外しちゃってこの簡易的な蓋をつけて使ってます。そしてパックの方はクオリティファーストのオールインワンシートマスクの、これはエイジングケア用のマスクですね、3枚入りのものを使い切りました。このシリーズは大好きでシートもすごく厚くて、大好きですね。これは、また多分リピートしたいなって思いますね。こちらはドクタージョーかな、6種類のヒアルロン酸配合のツヤ肌ケアの、パックですね。これは5枚入りのものを1箱使い切りました。これはちょうど割引で安かったので購入したんですけど、これ今別のタイプのものもまだ1箱あるので使おうと思います。これはすごいしっとりして良かったですね。シート自体ももうこの美容液がすごいたっぷり入ってるんですけど、もうなんか滴るぐらいたっぷり浸っててすんごい潤います。そしてバス関係、こちらトリートメントですね、ダイアンのダメージ補修のトリートメントを1個詰め替えて使い切りましたね。
もう今はちょっと他のものを使おうと思ってるので、これが少し余ってるんですけど、ちょっと今別のものに切り替えてます。もう髪も切ってだいぶダメージは良くなったので、一旦こちらはお休みしようかなと思います。そして椿のプレミアムリペアマスクですね。こちらはもうすんごいザラッとして、すっごい髪が柔らかくなりますね。これはまだ今ストックが1個あるので、地道に使っていきたいと思います。そして同じくヘア関係だと、ロレアル L セーブの洗い流さないトリートメントですね。こちらも1本使い切りました。これは過去にも何種類か使ってたことがあるんですけど、どれも全然外れがなくて、私はすごい好きなオイルですね。今はまた別のちょっとストックを使ってるので、それが消費したらまたこれ使いたいなと思います。はい、そしてこちらはボディショップのピンクグレープフルーツのボディシャンプーですね。これはもうなんか安定ですよね。匂いも全然嫌いじゃないし、泡立ちもいいし、こちらはまた機会があったら購入したいなって思います。今はまた別のシリーズ、今はハウスオブローゼかなの方を使ってます。こちらはダイソーのメイクブラシ専用クリーナーですね。これももう常に使ってて、ストックも常にある状態ですね。これからも使っていくと思います。こちらは無印のマイルドクレンジングジェルクレンジングですね。これもいいですね。匂いもなんかちょっと柑橘っぽい匂いでさっぱりするし、メイクもすごい落ちます。ウォータープルーフ系とかも結構しっかり落ちますね。ちょっと大きいのだと飽きちゃうので、これぐらいの、何ミリだろう、120g、これぐらいの大きさが本当使い切れていいなって思います。またこれは購入すると思います。こちらはザ・フェイスショップのメイクアップリムーバーですね。これは落ちは普通だったかな。まあ目に染みたりとかもなかったんですけど、これはもう通販でしか買えないし、今後はとりあえず買う予定はないですね。今はラテスカの、リムーバーも買ってストックしてあるので、これは今回で多分終わりだと思います。そして美容液関係ですね。こちらはエリクシールのエイジングケア用の、炭酸泡で出てくる導入美容液ですね。これは最初の頃は良かったんですけど、すごいシュワシュワする感じも楽しくて良かったんですけど、ちょっと肌が荒れ始めてからやっぱ炭酸がもう痛くってどうにもならなかったので、一時期ちょっと使うのをやめて、ちょっと落ち着いてきてからまた使って使い切りましたね。まあ導入としての効果はあったのかどうかと言われるとちょっと分かんないなって感じでしたけど、まあシュワッとする感じがこう染み込んでるっていう、感じとして捉えるならまあいいのかなって、ちょっとよくわかんないんですけど、まあでもちょっとリピはないですね。あまり肌に対する効果はどうかって言われたらあまりわからなかったので、再購入はないです。こちらはクリニークのターンアラウンドセラムで、
角質用の美容液ですね。まあ下地をつける前かなに最後つけると、まあすごい肌がフラットになる感じで、次のメイクもノリがいいっていう感じですけど、うん、これは今御殿場で1個前のこのパッケージにリニューアルする前のやつを購入して使ってるので、まあ一応リピートしてるっていう感じですかね。そっち使い終わったらまた多分こっち買うかな。ちょっとその時に売り切りですね。多分なくなるのが夏ぐらいだと思うんで、その時によってどうかなっていう感じです。まあでもこれは気に入って使ってます。こちらクリニックの一人化粧水の2番ですね。うん、これは今現在もリピートしております。現在も使っておりますね。やっぱりすごいさっぱりして汚れも落ちてるっていう感じで、すごい大好きです。こちらはクリスマスコクレに入っていたデコルテ、コスメデコルテのミリオリティのリペアローションですね。一番高いシリーズのサンプルサイズになりますね。これはもう本当にここ最近ずっと肌が荒れてた時に助けてもらってましたが、あともう一本しかないので地道に使っております。うん、いいですね。やっぱ高いだけあってすごくいいです。あとはサンプル系になります。こちらはランコムの美容液ですね。エネルジー RP。 これはまあ他のランコムの製品と同じで、やっぱ独特の匂いが好き嫌いが分かれるかなと思います。で、あと私の場合はちょっとこうつけた時にちょっとピリピリして、ちょっと本当に少しなんですけどヒリヒリする痛みがちょっとあったので、現品は買う予定はないです。こちらはラクシーに入ってたのかな。オールインワンジェルですね。これはもう夜勤の時に持ってって使ってましたね。まあでもしっとりはしますね。まあ毎日使いにはどうかなって感じですけど、オールインワンはあんま使わないので、うん、とりあえず1本使い切りました。あと2本あります。こちらはイプサですね。イプサのザタイムアルアクア と、イプサのバリアセラム。これも2つともすごい良かったですね。化粧水はすごい浸透力もあったし、これ自体も、美容液かな、もうすごく目元とかに使ってたんですけど、すごい乾燥は感じられなくて良かったです。まあでもイプサの製品は特に現品買う、興味はないので買わないと思います。とりあえずサンプルで使わせていただきました。あとはもろもろエトゥセの BB クリームが一つ、アスタリフトの BB クリームが一つ。これはちょっと1回分ずつしかなかったね。あまり効果は覚えてないですね。そしてこちらカバーマークの美容液、モイスチャーチャージセラム 1,2,3,4,5,6 個あるんですけど、匂いが半端なく強い。ちょっとここまで匂いはいらなかったかなっていう感じですけど、ちょっと匂いがきつかったです。そしてこちらはランコムのジェニフィックですね。ジェニフィックアドバンスト4回分、今現在使ってるので、本体に詰め替えて使い切りとします。そしてコスメデコルテの美容液ですね。モイスチャリポソームが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 個かなあります。これも全部現品に詰め替えて使い切りとします。あとは
美白の美容液ホワイトロジストですね、こちらも1回分だけ余っていたので全部ボトルに詰め替えて使いました。こちらは今現在も夜使ってますね。このカバーマークがねすごく良かったんですけど、匂いがとにかく強すぎて、あまり好きではなかったですね。これも特に現品買う予定はありません。今回の使い切りは以上になります。ご視聴ありがとうございました。